レナートルジェロワは、イタリアの外交官、政治家。1995年から1999年まで、世界貿易機関事務局長。2001年に、イタリアの外務大臣を短期間務めた。イニシアチブ、フューチャーフォーヨーロッパ、2001年、左から、ジョルジオ・ナポリターノ、ロマーノ・プロディ、ロッコ・ブッティグリオネ、オスカール・イージス・カルファロ、カルロ・アゼグリオ、チャンピ、 チェザー・レルパート、レナートル・ジェロ、マリオ・モンティル・ジェロは1953年にナポリ大学法学部を卒業し、1955年に外交官の道に進み、すぐにブラジルに派遣され、サンパウロのイタリア領事館に勤務した。1959年1月にはモスクワのイタリア大使館に、1962年にはワシントンのイタリア大使館に配属された。 1964年にイタリアに戻り外務省政治局に勤務。1966年ベオグラード大使館の顧問を務めた。1969年にブルッセルの EEC イタリア上中代表部に派遣され、1970年7月には欧州委員会のフランコマリアマラティ委員長の官房長を務めた。マルファクトの辞任後、ルジェロ氏は マンショルト新欧州委員会委員長の政治顧問を務めた後、欧州委員会地域政策総局に任命されました。1977年には欧州通貨制度創設に向けた交渉を支援しているロイ・ジェンキンズ次期欧州委員会委員長のスポークスマンとなった。ルジェロ氏は1978年から1980年の間にローマに戻り、 首相及び二人の外相の外交顧問を務めた。これらの役職で彼はイタリアの欧州通貨制度への参入の交渉者の一人であり、また、例えば、いわゆるシゴネラの危機のようないくつかの重大な状況を扱っています。1980年に大使となり、1984年までイタリアの欧州共同体常任代表として再びブルッセルに派遣された後、 経済局長としてイタリアに戻り、1985年から1987年までの2年間、イタリア外交官の最高である外務次官を務めた。1987年の総選挙後に政界入りしたルジェロ氏は、社会党枠でゴリア政権の外務大臣に任命されました。デミタとアンドレオッティの歴代政権では、1991年4月12日まで、 外務大臣に在職しており、1991年から1995年の間、フィアットグループの国際関係を担当し、イタリアやヨーロッパの企業と様々な管理職やコンサルティング職を歴任しました。1995年には、ジュネーブを本部とする WTO の事務局長に選出され、1999年まで在職し、電気通信、IT、 金融サービスの世界的な自由化を推進した。彼は後に、エニの社長に任命され、国際副社長で、シュレーダー・ソロモン・スミスバーニーのイタリアの社長である。2001年6月11日、ルジェロはベルルスコーニ第二次政権で外相に任命された。新閣僚の一心と、政党からの独立性の高さを考えると、政界にとっては意外な人事だ。しかし、 わずか6ヶ月後、ルジェロは彼の親、ヨーロッパ的でリベラルな政策が北部同盟の与党の地域主義と相入れないために辞任した。2006年から2008年の間、ルジェロ氏は欧州委員会委員長ロマーノ・プローディ氏の顧問を務めた。シティグループの社長兼、シティグループヨーロピアン・インベストメント・バンクの副社長としてスイスに滞在していた。イタリアでは、 ユニクレジットの国際諮問委員会の委員長を務めた。2013年8月4日、83歳で死去した。WTO ディレクタージェネラルハット AB、プロフィロディ、レナートルジェーロ。2019年11月19日閲覧。AB、レナートルジェーロ。2019年11月19日閲覧。アルベルト・クワドリオ・カーツヨ、サシダ・ヤラヤタ・イー、ザビルーポ。 パレディグミーパーエルヨーロッパイーパーリタリアビータイーペンシエロミラノ225225ありがとうございます。